日陰のカズラズナは、すべての原生醤用植物が含まれるツナである。日陰のカズラ類を中心とした、イカンタバ植物の群ですべて、コバを持ち、リコプシダとも呼ばれる。デボンキを中心とした、化石植物群であるゾステロフィルムツナとともに、醤用植物に含められ、原生植物では、醤用植物アモンと指す範囲が一致する。ゾステロフィルム類の位置に関しては、議論があり。 本群を指して、商用類や商用植物類と呼ぶこともある。日陰の数ズラズナの系統関係は次の通りである。原生種はフィールドラ及び、ウエストストランドとカールによる分子系統解析に、化石種はケンリッククレーンによる系統解析に基づく。水杉パリーニアセルニアヒモズルライカポディアストラム、キャジューアラノワズフィログロスサムフィリゴロスサムドラモンディ。 クラウシアナクラマゴケサラジェニラクラウシアナ PPGI 分類体系による原生の日陰のカズラズナの分類を示す。原生族は、旧来、日陰のカズラ族ライコポディウム、フィログロスサム族フィリゴロスサム、岩ヒバ族サラジェニラ、ミズニラ族、アイソッツ、スティリテス族スタイライツの5族に分けられていたが、後にスティリテス族がミズニラ族に内包され、また、 分子系統解析の結果から日陰のカズラ族ライコポディウム SS は、日陰のカズラ族ライコポディウム、ヤチスギラン族ライカポディラ、コスギラン族ハパーナに分けられた。この分類では、得意な形質を持つフィログロスサム族がコスギラン族に内包されてしまうため、フィログロスサム族を維持するためにより細分化された。また、岩ヒバ族の解分類は、ウェストストランドとカールに基づく。 古く、ジェラミーにより、ア族が整理されたが、サラジェニラ・サブグ・ストシジェネンドラムが多系統群であったり、正確性に書いていた。その後、分子系統解析により系統関係が判明したが、分類には異説もある。分類体系によって、日陰のカズラズナ・ライカポディオプサイダの指す範囲は異なる。歴史的には、含まれる核、目を別の綱に置いたり、姉妹群である。 水にらめと岩ひばめをまとめて一つの綱とする二項を置くこともあった。ありがとうございます。